淡島神社は鳥取県米子市彦名町にある神社である。淡島神社の一つ、少なび粉の命を祭人とする。たびたびの火災で記録を失っており、創建年は不明。境内は標高36メートルの山になっているが、かつては中海の小島の一つだった。島全体が神山とされ、古い時代には社殿は山徳にあったとされている。 戦国時代、天古氏の法規信仰の際に社殿が消失し、後に天古氏が再建し車両を寄進した。その後戦国期を通じ、この地方ではしばしば支配勢力が変わったが、時の支配者たちの庇護を受けた。江戸期になると、元禄期に社殿が消失し、翌年再建されるにあたり、それまでの山麓から山頂へ移された。その後、法暦期に、 阿島周辺が干拓され、彦名干拓地一帯と地続きになった。なお、江戸期には阿島大明神として祀られており、明治維新の際に境内の書写を講師して阿島神社に改名した。また、明治元年には西恩寺金ちが参詣した。その後、神社の整理統合が行われる中、大正時代に近隣の北の神社、与都神社を合併した。 1936年には、社殿が再築され、現在に至る。733年の、法規国風土記では、小人の少なび粉がこの地で泡を巻いて、実って弾けた泡の穂に乗って、常よの国へ渡り、そのために泡島と呼ばれている、と書かれている。日本書紀でも、同じような逸話があり、少なび粉が泡島で、俗形に惹かれて常よへ渡ったとされている。民話では、 小人である少なび粉が、天界から、下海の海へ落ちてしまい、空豆の川で船を作って、宝器の島に漂着する。そこで、出雲の神である大国主と地旗になる。少なび粉が排便すると、天界にいた頃に食べた泡の実の種が出てきたので、これを島に植えたところ数年で、すると、泡畑に据えられたかかしのお告げで天界に戻るように、命を受け、 淡の茎を曲げて、穂に捕まり、茎がまっすぐに戻る力で展開へ飛んでいった。このことから、大国主はこの島を淡島と名付ける。俗島の文言者には、子がなく、八十八歳の米寿を迎えた時に初めて子を授かったことから、与那子の地名が発祥したと伝えられている。地元の漁師の娘が、それと知らずに、人魚の肉を食べてしまい、不老不死になってしまった。 娘は出家して、淡島の西側にある洞窟、聖の岩屋で陰遁生活を送り、一切のものを口にしなかった。娘は800歳を迎えて死に、八百く国と呼ばれた。干拓地である、周辺地域や中海の中では、例外的に、山全体に砂尻など高木から中低木が生い茂り、この地域としては、珍しい商用樹林を形成している。 島全体が原子林とされ、特に西斜面に群落を形成しているシャ,シャンボが大型化しているのも特徴的で、全体が俗島神社社層として、鳥取県の天然記念物の指定を受けている。文政期に福島林線という米市の文人が米子八景と称する一連の和歌を読んだ。この中で淡島は次のように読まれている。き雲をひし風を、阿 島の島に残して月ぞ住みける、福島林線、米子八景大正期になると、米子八景をもとに、西機八景が定められた。俗島からの中海の水面に映る秋の月夜は、俗島秋月と呼ばれる、名景で、阿波島全体は、米子市の名称に指定されている。ありがとうございます。